小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店、TV グループを運営する、ナユタ工業の提供でお送りいたしますこんにちは、内吉です。 リオナイル TV の時間がやってまいりました、えー。今週からはですね、何回かに分けまして、リオ鉄道の元西部社を組むということで、金属キットを組み立てる企画、こちら、秋島店のレイアウトルーム、そして毎度おなじみのこの、きちゃにゃい作業机から、私がピンでお送りする企画となりました。えー、以前の動画でですね、 元 KO3000 系、うんあの、井の頭線のメタモルフォーゼなんて言いながら、あのー、伊予鉄道仕様に改造するという企画をやらせていただいて、え元 KO 車と並べて揃い踏みーなんてやってたので、もう3両、うん、そうするとね、ちょうどあの、十二両用のブックケースにぴったり収まるので、えー、あの130系列をやって、あの、KO、井の頭、テントーなんて言ってこう、いろいろね、並べてこう、 やろうかなと思ってたんですけれども、あの、前回、前々回ぐらいの動画で、三尾吉に、川いもさ、屋根の深いやつで小型車でさ、っていう風に、バサッと言われてしまったので、ああ、雲波110、クハ400と、あの辺のことを言ってるんだろうな、 いうんでまあ、元っっていいう形になっちゃいましたえー、まあ考えてみてねこうやってみると実際にこうの楽しいものでね模型製作っていうのはねで西武車だけでこう雲波区ク雲波っていう綺麗な3両編成もあればこの雲波とクハの2両編成に1両増結で別の会社の車をガチャンとつなげてねあのー、まあ何のことはないあのー 小田急電鉄さんの1900型っていう車両なんですけれどもそんなのこうガチャンとぶつけたガチャポコ編成なんかもありましたんで今回はねそのどちらでも遊べるようにまあガチャポコ編成で手持ちのグリーンマックスさんのキットを改造して細かい寸法とか細かいこうあのディティールは異なりますがそれっぽく見立てて 124、125ぐらいに見立てて、こう、つなげて遊べるような、そんな体で組み立てていきたいと思います。えー、ということで、いつもでしたらここで、それでは必要なパーツと作業のご紹介って言って、きちゃにゃい作業机に行っていくんですけど、今ね、実はこの作業机が本当にきちゃいないんですよ。というのは、もう私もあの、西部の車両を作るっていうのが今まで本当にほとんど正直なかったので、 モチベーションを上げたいじゃないですかなので西武沿線つながりということでこの動画をこう収録するもうほんの数分前までこの作業机の上でですね西武沿線東京は東大和市にございますラザレ東大和店というすごいいつも行列してる美味しいパン屋さんがあるんですけどそちらのですねベーコントマトコッペと。 ハニーーマスタードチキン違う、ハニーチキンマスタードというパンをですね、いただいてたんですね。コーヒーかなんか飲みながら、もうあの仕事する前にこんなおちゃらけてくつろいで、お前何やってんだって言われちゃいそうなんですけれども、やっぱりほら、こう、まあ、腹が減っては戦はできぬっていうことで、 モチベーションをグーッと上げてもう一番いい調子で臨みたかったのでね、えー、まあ腹の皮が張ると目の皮がたるむなんて昔から言ってこうやってる最中に寝ちゃったら大変なんですけれどもそんなんであのパンくずだらけなんですよなのでちょっとね一回あのお掃除をしてそれからあの本編の方に行きたいと思いますのでね、えー、それではこう今回は、えー、このキッチンさんの えー、元西武車両のこう川沿いの深谷での車を組むということでお送りさせていただきましょうそれでは本編の前に掃除ですね、はい、ではちょっとお掃除をさせていただきたいと思います えー、それではですね、今回の工作、何をどれだけ使うのか、一通りご覧に入れたいと思います。えー、まずは、えー、キッチンさんの素材の本体ですね。えー、革像タイプのクハと雲ハです。車体のね、造形ではその、雨どいのあるなしなんていうのが、若干こう、サイトして出てきますが、えー、そこはですね、 え、毎度のことで、100%実車と同じというよりは、雰囲気を楽しむということで、目をつぶることにいたしましょう。え、そしてこちら、今回は、鉄コレ用の動力ユニットを使います。で、この元西部の車両がですね、履いております台車は、N ゲージ用のグリーンマックスさんあたりの台車では、まだまだ製品化されていない、 弓型イコライザー付きの台車ですので、こちら、台車枠の方も用意しておきましょう。そして、釣り掛け式テールライト。えー、これ釣り掛け式ってあのモーターの駆動方式のことではありません。ボディにぶら下げるカンテラみたいなタイプのテールライトですね。こちらと、LP42 のシールドビームタイプの前照灯こちらを 量数分用意します。で、その、台車枠があっても、どうやって台車つけるのっていうお話になってしまうと思うんですが、そのための小道具。そして、今回、一箇所だけ使用いたします。こちら、KD カップラーです。 え本当のね、KD カプラ製品はこんなに色々入ってないんですよ。あのー、これあのー、私がこう、以前使った時に余ったパーツを全部、ごちゃごちゃっと袋に詰めまして、ごったに状態にしておきました。えこちらの KD カプラを一両分使用いたします。で、こちらですね。使うものを一通りこちらに置いて、キットの箱を開けてみたいと思います。えこの、 使う箱の中に一通りいろいろ詰めてありますよ。あ、まずこの可愛らしいボディが出てまいりました。えー、あとは床下機器と動力台車枠。こちらは、えー、この部分を見て分かっていただけると思うんですけど、ここのところに穴っぽく開いてますね。これが開いてるということは、ここにパンタグラフが来ますので、こちらが蜘蛛派です。そして、この手の車両ですね、あの、 お椀型ベンチレーターという、ちょっとね、面白い形のベンチレーターがついていますので、こちらも、キッチンさんのパーツで用意しておきましょう。で、パンタグラフが1両分ですね。1個です。えー、こちらと、あとホワイトメタルのおでこと、扉のパーツなんかが入りました。えエッチングパーツ。こちらはキットに付属のものです。 そして、こちら、クハの方は、同じように、床下機器と、あとは、床板。こちらを用意しておきましょう。これ、グリーンマックスの小型車用なんですけど、この状態だと多分長いので、後で切りましょう。そして、ここにある、ついぞ見慣れない、この白いパーツ、ありますね。4個ついてますね。これが、今回の天下の宝刀。 後ほどご紹介する展開アイテムです。そしてこちらにも、お椀型ベンチレーター。こちらを用意してあります。組み立てはほぼほぼ同じです。え違いは、屋根の上を見ていただくとわかりますが、パンタグラフ用の穴っぽこが開いてません。こちらが区波になります。このような素材がずらずらと並びまして、金属のキットを組むよってなると、 うわぁ、ハンダ付けだーって思ってしまう方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか、えー。初めての金属キット、初めてのハンダ付けという方はもちろんなんですが、なかなか熟練していましてもね、近年プラキットが主流という状況ですと、ハンダ付けちょっと自信ないなーっていう方も少なからずいらっしゃると思います。まあ、あの、ミ吉なんかはね、もうあの、 ハンダ付け大好き。もう、ハンダマンっていうぐらいね、自分で言ってるぐらいの人なんで、あの、本当にあの、ホワイトメタルのパーツもハンダ付けしちゃおうとし,しちゃう人ですから、あの、慣れてるからいいとして、なかなか皆さんとっつきにくいというのは、そこだと思います。ですので、実際に、ハンダを使ってハンダコって振り回してっていうのは、あの、もうちょっと慣れて、上手になってからこう、ちょっとずつやっていくとして、えー、今回はですね、この瞬間接着剤と、 ゴム系接着剤を、あの、適材適所で使い分けながら、ハンダ付けっていう風に、こう、あまりハードルを上げずに、金属キットの工作を楽しんでみたいと思います。えー、必要なのは、やっぱり工具としてニッパーですね。これニッパーは、その、切る部位なんかによって、こう、刃先の違うものを2種類用意して、こう、使い分けるっていうのが、やっぱり安定して、こう、作業を進めるコツのようでございますので、この2種類を用意してみました。 えー、それではですね、あの、適宜材料、道具、工具などを使い分けながら、まずこの元西部車川蔵の車の雲刃の方の車体を組んでいきたいと思います。おおむね必要になるパーツを並べて、組み立てを始める準備をした、キちゃにゃい作業机です。えー、この状態ですと、 うん、一番肝心なものを忘れてますね。何だと思いますかそれは、これです。はい。老眼鏡。いやね、最近細かいものを見るのがしんどいんですよ。なので、昔撮った絹塚ではないんですが、えー、きちんと、栄養度数を強制して、目的距離を算出して、で、 服装力とか調節力っていうのも全部加味して加入度数を決めた、類心多焦点とか二重焦点ではなくて、金曜専用の、うん、手元専用メガネっていうのをちゃんと合わせまして、模型用にしています。えーうん、あのー、うまい、下手は別としてですね、きちんとした仕上がりは、まず、快適な視力補正から、これが私の模型作りのポリシーです。 えー、それでこう上手に作れればね、こんないいことはないんですけれども、えー、まずはですね、工作を始めるにあたって、部品の状態を見ていきましょう。こんな感じですね。えー、これがね、結構ペニャンペニャンするので、まず、ここをきっちりこう固定してあげて、こう、このペニャンペニャンっていうのをなくしてあげること。そのためには、屋根のですね、この部分、こう、側構えがね、ここをこう、 折り返してるんですけど、この折り返しの、この、頂点の部分、ここが、こうちゃんとこう、わかりますかねこう、爪楊枝で押すと、ほら、ぺにゃんぺにゃんってなってるんですね。この方がわかりやすいかな。こんな感じです。このペニャンペニャン具合というのをピタッとくっつけるために、まずここに瞬着を流します。で、側板がちゃんと固定したら、次は、ここの部分ですね。ここ。 この部分をきっちり固定して貼り合わせていきましょう、うん。丸妻とほぼ平妻になりますね、うん。なかなかこれは可愛らしい電車になるんじゃないかななんてちょっと思ってるんですけども、あの、こんな感じでまず箱を組んでしまいましょう。そしたら、あのー、こちらのパーツから扉、 客用ドアとか乗務員ドア、それに付く H ゴムですね、えー。H ゴムのパーツを入れたり、貫通扉。そして、運転妻と連結妻です。はい。はい。それでは作業の方を始めていきたいと思います。瞬間接着剤、このね、低粘度っていうタイプ。要はこれサラサラタイプっていうことなんですけど、これがね、便利なんですよ。 三本入ってて、こう、一回にこう、ガバッと大きく開けて使ってしまわないような、こういう模型工作の時なんかには、あのー、三本パックになってて、ちょっとずつ使えるっていうのが魅力的です。昔の大きいアロンアルファとかなんかだとね、こう、一回ダーッと出しちゃうと、それでこう、使い切りでこうね、使ってない部分まで固まっちゃったりするので、使い切れずに終わっちゃうなんていうね、そういうこともありますので、しっかり押さえながらね、こう、 ちょっとこう流してあげる。ここで、パーツを取り付けるときの小技を一つご紹介しましょう。ご覧ください。こちら、雲蛛葉のパンタ台です、えー。このようにですね、こうしてみますと、大まかな流れ2点目は、 この部分です。この部分ね。ここのこのピロピロ。これをこうちゃんと箱にするために、この凹凸の部分を合わせて、カチッと止めてしまいましょう。ここが止まるだけでね、だいぶ、こうガチッとするんですよ。金属キって。えー、こんな風にですね、こうきちんと接着剤を流してあげて、 しばらく指で押さえてあげたりするとより効果があります。はい。えー、瞬間接着剤を使って、えー、側構えと、連結妻、運転妻を仮止めではないですね。もう、本止めですね。いたしました。えー、瞬間接着剤というのは、あの、意外と強烈でね。で、手軽にできる反面、 ハンダにないデメリットもあります。それは、歪みや揺れ、え、湾曲、歪曲なんかが出てしまうと、もうね、そういうのを考えてる暇もなく固まってしまいますからね。ハンダですとね、 こう一回流したハンダをもう一回熱で溶かして、あの、ハンダ吸い取り線とかで吸い取ってあげると、ある程度リカバリーは効くんですが、瞬間接着剤だと、手軽にできる分、そういったリカバリーのラチュードが狭くなります。えですので、あの、こういう、まあ、きちにない作業机机でも、あの、水平なことには変わりません。こういうところに置いて、こう、ちょっとこう、動かしてみて、あんまりこう、カコカコならないように。 まあ、これぐらいだったら許容範囲かなっていうのが、こうありますので、こう、斜めに、いびつに、湾曲、歪曲してないかって、こう、目視するのと同時に、こういう水平なところでカタカタさせてみるっていう確かめをするのも忘れないようにしましょう。えー、まあ、もっとも、それでね、豪快にガッコンガッコン動いてしまったっていうと、もう、これは瞬着だと、 リカバリー難しいっていうあの残念な結果になってしまいますのでその辺はねあの慎重にこう抑えながらやるように心がけてくださいそれではこの車体の運転ズマ連結ズマこの部分がついたところで正面の外板をつけていったりドアを取り付けていったりっていうような細かいところの仕上げに入りましょう まばゆいばかりの光沢を放つ、雲蛛派と区派の車体が出来上がりました。えー、ドアのパーツですとか、こちらの、運転妻。そして、連結妻。まあ、こんな感じの二両編成でしょうか、えー。なかなかいい雰囲気ですね。おっと、向きが逆だ。こんな感じですね。えー、なかなか、うん。 いい雰囲気の二両編成のボディが出来上がってます。で、今度はですね、ここにベンチレーターですとか細かいパーツをつけて、塗装に備えていくのですが、ここでちょっとアイテムを変えます。いよいよ、こちらの登場です。適材適所ですね。使用するのは、同じくキッチン N さんから出てます、こちらのワン型ベンチレーター。これを、 この2両に取り付けていきます。ベンチレーター、非常に小さなパーツです。ですので、こう、屋根の穴も当たり前ですけど小さいんですけど、これにね、こう、プーってやったら大変なことになりますので、爪楊枝、そして、こう、製品のね、こういったラベルがありますね。このラベル、 のこの裏側にこう軽くこう折り目かなんかをつけておいてこんな風にしてここにちょっと接着剤を出しておきましょうはい、えー、見事にベンチレーターが並びましたうんこのシルヘッダーと小窓がずらっと並んでてお椀型ベンチレーターいかにも古の電車という形になりましたねで あの、ここでもう一度瞬間接着剤の登場ですえ。瞬着何をするかと言いますと、取り付けたベンチレーターが脱落することないように、裏から足の部分の補強の感じで、ちまちまっと流しておきます。もうこれは、大体の感覚で大丈夫です。えー、こんな感じですね。 ご覧いただけてますでしょうかこんな感じに、瞬着を流して足の部分を押さえておきましょう。だんだん形になってきましたね。はい。ということで、んああ、今日はもうこんな時間になっちゃいました。はい。えー、今回はですね、ボディの基本的な工作、えー、車体の折り曲げ、 で、折り曲げ済みのところをしっかりつけるということと、つま板、運転妻、連結妻の取り付け、屋上に、ベンチレーターの取り付け、あとはこう、ドアとか乗務員扉とかね、そういったパーツを取り付けて、え大体の形に仕上げました。次回はですね、うん、あのー、 ホワイトメタル製のおでこを取り付けたり、塗装の下準備をしたり、まあ、ちょっとね、尺に余裕があれば、床下機器の加工なんかもご紹介できたらなと思います。あまり根を詰めてしまいますとね、こう本当に疲れてしまって仕上がりにも影響が出てしまいますので、第1回目は、 この辺りで終了といたしましょう。最後までお付き合いありがとうございました。はい。いかがでしたでしょうか。えー、西部、元西部ですね。の、えー、伊予鉄道、雲派100等、そして区派400等の2両を組むという形で、えー、 1一発目のね今回の配信でだいたい車体の形が出来上がりましたえー、以前ね小田急2200型のキットなんかの紹介をした時にあれをやりますこれをやりますって言ってこうだいぶこう回数がかかりましたし金属キットと言いますと100回記念であの三代吉がね伊賀川線タイプのこうディーゼル機関車を組んでましたけれどもあれもこう回数が伸びて 金属キットって意外と難しいのかなっていうイメージをお持ちになられた方も多いのではないかと思いました。今回はですね、えー、最近の金属キット、特にこのキッチン N さんの商品なんかは、組みやすく作りやすく、そして仕上がった時の美強安全というのをきちんとこう考えて、こう本当に 楽しみやすく作られている素材ですので、あの、後付けのパーツでね、あれつけよう、これつけようっていう風にこう、選択肢も広がりますから、本当に作る楽しみ、遊ぶ楽しみ、もういっぱいっていうそういう、あの、どこかのメーカーさんのあのキャッチコピーではないですけれども、それを字で言ってるキットです。で、ハンダ付けですとか金属工作、ジュー、ジュってやるようなやつは、こう、 ちょっと苦手だなって思われる方でも、まずはこの瞬間接着剤を使って手軽に組める金属キットっていうのにチャレンジしていただいて、経験値を積まれてからね、その本格的なハンダ付けによる金属工作っていうのに挑戦していただく、その足がかりとしても入門編として楽しめる、そんな詳細でございます。えー、次回はですね、この大体車体の形が組み上がりましたところで、 うん、あのー、塗装ですとか床下あとは動力なんかの入れ方なんかをね、あのー、含めて制作の工程をご紹介させていただきたいと思いますどうぞご期待くださいそれではまた次の動画でお会いしましょうごきげんようさようなら今日も動画を見てくれて本当にどうもありがとう 他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ってます。でも、うん、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのがもっと嬉しいよね。あ、そうだね。ね<ー>はい。ご予約やお問い合わせはこちらから。はい。ご来店をお待ちしてます。待ってます。待ってね。